お隣韓国さんの外貨準備高が史上最大になったとか言って喜んでいるようです。記事と韓国さん、日本の反応を見てみましょう。6月の外貨準備高、4107億ドル、史上最大。外貨資産の運用収益が増え、6月にも外貨準備高が過去最大を記録した。韓国銀行が3日に発表した2020年6月末の外貨保有高によると、6月末現在の韓国の外貨準備高は4107億5000万ドルで、前月末比34億4000万ドル増加した。これは史上最大規模の外貨準備高だ。直前の最大値は1月に4096億5000万ドルだった。外貨準備高は今年2月からコロナ19の衝撃による為替当局の市場安定化措置とドル高で減少傾向を見せたが、4月に反発に成功し、6月には史上最高値を記録した。韓銀は外貨資産の運用収益やドル安によるその他の通貨建て外貨資産のドル換算額の増加などによると説明した。主要6カ国の通貨バスケットで構成された米ドル指数は今年6月に 0.9% 切り下げられた。ドル安が進んだのだ。これを受け6月のドルに対するユーロは 1.5% 高となった。円も 0.1%、 オーストラリアドルも 3.6% 強だった。一方ポンドは 0.1% 安だった。外貨保有高を資産構成で見ると、有価証券3725億8000万ドル 90.7% で、前月比68億8000万ドル増加した。特別引き出し券 SDR も2億8000万ドル増の30億8000万ドル 0.7% だった。国際通貨基金 IMF のポジションは42億5000万ドル 1.0% で、2億6000万ドル拡大した。逆に預貯金260億4000万ドル 6.3% で、前月に比べ39億7000万ドル減少した。金は47億9000万ドル 1.2% と変動がなかった。一方韓国の外貨準備高の規模は5月末基準で世界9位の水準を維持した。主要国の外貨準備高を見ると、中国が3兆1017億ドルで1位、日本が1兆3728億ドルで2位、スイスが9120億ドルで3位だった。それでは韓国さんの反応です。でも対韓経済はどうしてこんなに悪いのか。ただコロナのせいだというには、その前から深刻だった。これら外貨のほとんどを大企業が稼いでいるのに、恩着せがましく政府が全てだし、政府は大企業の取り締まりだけに血眼になっている。労組は引き続き無敵に強くなっていて、コロナによって医療界が大変な苦労をしたが、軽貿易だなんだと言いながら政府だけが賞賛を受けることと似たような状況に見える。借金して借りてきたくせに何が。国の負債が史上最大を記録したという記事はなぜ見えないのか。10億の財産があって100億の借金があるだなんて何なんだよ。ドル保有高というのか、外貨をドルに換算した金額というのか、保有外貨の大半が人民元なら意味のない報告ではないのか。内需は死んだのに外貨準備高だけ増えれば良いと考える間抜け。債券等が多く問題。急に使えるドルの束は少なく、 FRB が通貨スワップしてくれたのを覚えてないの。流動性も重要だが、史上最大となったのは債券のようなものが値上がりしたようだ。続いて日本の反応です。しょうもないねん、これだけ余裴あるに投資してって魂胆丸見え。とりあえずサムスンに金返せよ。自国企業に金借りるって恥ずかしすぎるやろ。為替のサイトで韓国が所有していた米国債をどんどん売りさばいていたことが暴露されてた。こうやってドルをひねり出してたんだな。アメリカの財務関係はどんどん公表するからやりにくいだろうな。その 90.7% は多分ジャンク債だと思う。韓国人、韓国の外貨準備高はすごいにだ。韓銀、ドル以外の通貨が
ドル安で価値が上がっただけ、ドルは増えていない。韓国人、誇らしいにだ。さすがにだ、聞いてない。ちなみに、ドル安なのに、1ドル1190ウォン台の韓国の通貨。本スレでも一部指摘されているが、通貨防衛など急なドル需要に対応するための現金、真水が減っていたら、帳簿上の資金がいくら増えてもあまり意味がないと思うけどね。いや、本物のドル、真水だといいけどね。そんなにあるなら、数百億ドルの為替スワップに狂気しない。ドル換算額やろ。実質中国元とかじゃねえの。有価証券 90.7%。 しかも、ドル安によるその他の通貨建て外貨資産のドル換算額の増加って書いちゃってるやん。ドル換算額じゃなくて、通貨別の保有残高を公開せいや。要するに、ドルに直せばこのくらい、みたいな。売れもしないボロ屋を所有者が、売ればうん千万の価値がある。と言ってるんだね。ということで、以前から、韓国さんから外貨準備高が過去最高というニュースが流れるたびに、ほとんどがジャンク債だからと言われていましたね。そして、預貯金とは預金でいいのかな？他の記事で、4月末の預金が312億3000万ドルと言ってるので、多分合ってると思いますが、それが先月と比べて約40億ドル減ってることの方が問題な気がします。まあ、今回に関しては、韓国さんのコメントでも、喜びコメントが少なかったので、ある程度は現状を理解してるのかもしれませんね。アメリカでは、1日のコロナ感染者が過去最大を記録したとのニュースもあるので、コロナ禍は、まだまだ続きそうな感じがします。帳面上だけで、外貨準備高が過去最高とか言いながら安心してると、大変なことになりそうな感じがします。というか、韓国さんって造船受注が世界一と言いながら、造船業がピンチとか、外貨準備高が過去最高とか言いながら、通貨スワップしてもらわないとやばいとか、日本不買と言いながら、日本が売ってくれないとか、何がしたいのか、本当によくわからない国ですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。